北海道は今日、秋の空気に覆われているところが多いです山口さん、札幌など、はいまあ、道内からは涼しいです、はい、ちょうどいいっていただいているんですが、はい、これ、いつまで続くんでしょうか。これでで。すね、涼しいいのは、まあ、今日ぐらいまで 明日ちょっと気が上がり始めるんですけどまだに空気が乾いてます、はいね、明後日以降は体感がまた蒸していきそうなんですよねなぜかと言いますとこちらなんですけれども、はい、これ今日の雲画像ですでこのように北海道付近東西に伸びる雲の帯があるんですけれども、まあ、前線に相当する雲ですでこの北側に秋の空気南側に真夏の空気が入っておりまして特に北海道北部の方から乾いた空気の領域に今日は覆われております まあこういったこともありまして、晴れているところも、ね、気温の上昇鈍いんです。まあ、かなり今、二十点六度しかありません。朝日川は二十四度ぐらい、札幌は二十四点五度といった形で、二十五度を下回っているところが多く。はい、暑さの方はまあ一段落といった形になっています。まあ、今夜も、ね、内陸部中心にこう冷えるような感じで、明日の朝は十、ねうん、度下回るところが出てくるんですけれども、はい、ただですね。 空気が乾いている状況は、先生、今日から明日ぐらいまでとなりますというのは、これ、気温予想なんですけれども、あさって以降、はい、この辺りですね、この辺りからね。気温が上がると同時に、湿気もまた増してくるんです。えー、えというのは現在、大陸方面に向かっております。台風九号が低気圧に変わった後、その熱帯の空気を持ったまま、北日本に接近するんですね。ですで、北海道内は。 また、週後半から暑さがぶり返します。最低気温、札幌は熱帯夜が想定されるなど、はい、夜間もムシっとした体感となりそうです。な、ま、る、あ、ね、気温、体感変化大きいです。体調管理などには十分お気を付けください。北海道の体感についてお伝えしました。今後も最新の気象情報はアプリウェザーニュースからご覧ください。